選手は。ただいまの投球は打者がしっかり構えてないうちに山崎投手が投球いたしましたので反則投球としてボールといたします。この状態でやってあれどこだけ単位やってるいいですね。でもしっかり説明してくれてボールに投げてます。